目していきたいと思います。昭和レトロな雰囲気のものってみんな可愛いですよね。ほっこりします。というわけで今日はほっこりレトロなものを見ていきたいと思います。手動圧力式洗濯機。えマジ？これ天体望遠鏡やんけ。マジ？あのレバー持ってズンドコズンドコ回したらなんかポップコーンができそう。これ何？ほんとに？なんで浮いてるの？こちらは昭和32年に日本人が発明したカモメホーム洗濯機といいます。海外にも輸出されました。使い方は40から80度のお湯を容器の3分の1程度入れ、洗剤を投入してよく溶かしてから洗濯物を入れてぐるぐる回すとのこと。めっちゃ画期的やん。すごい。なんかでも主婦の方は手が疲れちゃうかな。でも楽しそう。くーるくる回る。おほほい、おほほい。次はこちら。キリダンス。なんかめっちゃロックかかってる。留め具か。なんだろう、オシャンティのアンティーク家具だよね、どう見ても。実は仏壇とか。正解を。冷蔵庫？冷蔵庫？ジュースなどの飲み物はそれなりに冷えますが、冷たいというよりひんやりという感じです。これで冷えるんだ。オシャンティだって最近なんて言うんでしたっけ、 DIY みたいなのを好きな方が普通の冷蔵庫にそういう板っぽいねシートを貼ってこう家具調にして楽しんでいらっしゃるっていうのを情報として知ったばっかりだったので、原点回帰してるんだ。それもかっこいい冷蔵庫。次、なんだこれは。全然わかんない。なんだろう。なんか上の部分が印刷面になってて、こう上にドシッてこうレバーを上げると薬品が押される。はい、あなた囚人番号3600番よって感じ。バンバン。正解は、バスキトースター。昭和20年代頃のもの。かっこいい。こちらのトースターはターンオーバー式と呼ばれるもので、側面の扉を外側へ倒すとパンが滑り落ちて焼いた面が下になり振り返ります。片面ずつ焼くんだ。上に物を置けて重さをね測る計量器みたいなとこもありますよね。おしゃれだな。デザインがおしゃれ。あれですね、白パンになってみたって動画があるんですけど、白ね、まだトースターの世界を知らないで実況しちゃったので、このトースターで白を入れてくれないなんて、お前なんか、お前なんか大嫌いだバカヤバめみたいに思っちゃってたけど、トースターいいやつだった。次。はい、これ知ってます。お、えらい、ちゃんとこたつのね境のところに、踏んじゃいけないって言われるところには持ってない。こちらは、ちゃぶ台です。バッカモーン。ビシャーってやるっておじいちゃんが言ってました。おじいちゃんはそういうことしないけどね。次。かわいい。僕の夏休みかな。これは、蚊帳かな。あ、これ、ホタルの赤で見た。やめて、やめて、差し上げろー。はい、ということで、昭和レトロを探ってみたら、ホタルの墓とか、トトロのね、世界観に遭遇できたり、こう、ノスタルジーと驚きの狭間って感じでした。予想は全然当たんなかったんですが、後ろもほっこりしました。あったかい感じを、あったかいだからを、はい、いただいた気がします。皆さんも、デジタル社会に疲れちゃったら、合間にほっこりレトロで、ノスタルジックな時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。上手にまとめられた気がする。ご視聴ありがとうございました。
お済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。 PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末からご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。